あっち向いてほい。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 じゃんけんぽい。あいこでしょ。トリトンブリッジが開いています。今トリトンブリッジの歩く歩道に乗っています。ここは雨でも濡れません。あっち向いてほい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 。はい、どうも中国大好き山田です。今回はですね、自民党の総裁選なんですけども、4人候補がいらっしゃるということなので、これは票がばらけてしまうので、決選投票がまた2人で、最終的には高市さんになるんじゃないかなと思ってます。ポイントは、石破さんが前回負けた時に、僕は友達を作るって言ってたんですが、その友達が何人できてるかが、誰が総裁になるかのポイントだと思ってます。順列ですね。最後、大江戸温泉物語が9月の7日で閉まった時に、解散コンサートみたいなのをやってくださったんですけど、まあ、チケットがバカ売れで全然入れなかったですね。なんか脅迫もされてたみたいで、お察しします。できるかどうかわからないような試みを成功させるただ一つのものは、まずできると信じることである。運命は志あるものを導き、志なきものを引きずっていく。幸福の中には人が考えるよりも意志の力が働いている。行動と情熱がなくなると、その人は妬みに支配される。決心する前に完全な見通しをつけようとする者は決心することができない。ことを行うにあたって、いつから始めようかなどと考えた時には、すでに遅れをとっている。悩み悲しむ必要などない。今の自分に何ができるかを考え、あとは全力を出せばいいのである。どんな長所を持った人物も、世間の支持がなければ石ころだらけの道を歩むことになる。氷の上を滑るときにはスピードを出す方が安全だ。人間は自分に起こった問題を環境のせいにする癖をやめなければならない。自分の意志で信念と道徳に基づく道を取るべきだ。
いかに長く生きたかではなく、いかによく生きたかが問題だ。はい、ヤクルトの塩見選手、サイクルヒット達成おめでとうございます。サラダにはドレッシングをかけたら食べられる。手紙を書いたらポストに入れれば届く。掃除をしたら綺麗になる。 LINE の送信ボタンを押さなきゃ既読はつかない。蓋を閉めなきゃこぼれちゃう。背もたれがなければ4日かかれない。ゴミはゴミの日に出そう。鳩に餌をあげないでください。お風呂から上がったら体を拭く。爪が伸びたら切る。開けたら閉める。濡れたら拭く。北京オリンピックは2月。北京は中国。夜になったら暗くなる。昼になったら暖かくなる。グーを出されたらパーを出せばいい。パーを出されたらチョキを出せばいい。チョキを出されたらグーを出せばいい。悪いことをしたら謝ろう。熱が出たら早く寝よう。氷は冷たい。お湯は熱い。水は冷たい。サウナは熱い。冷蔵庫は冷たい。森は暖かい。プロ野球選手になりたければなればいい。本を読みたければ読めばいい。信号を待ってます。路面の温度は41度。どうも、中央区大好き山田チャンネルをご覧の皆様、今日は嬉しいお知らせがあります。なんと90人突破です。ありがとうございます。おたりさん、45号おめでとうございます。村上宗隆さん、清原越え100号、最速おめでとうございます。あっち向いてほい。向いてほい。あっち向いてほい。あっち向いてほい。じゃんけんグッ。私はグーを出しました。
じゃんけんほい。私はパーを出しました。じゃんけんほい。私はチョキを出しました。100人突破おめでとう、ありがとうございます。じゃんけんぽい。私はグーを出しました。じゃんけんぽい。私はグーを出しました。じゃんけん私はチョキを出しました。じゃんけんぽい。私はパーを出しました。あっち向いてほい。あっち向いてほい。あっち向いてほい。私たちが人間の心の中に発見する最初にして最も単純な感情は好奇心にある。人間は関心を寄せるものが多ければ多いほど幸福になるチャンスが多くなる。人生は短い。そのわずかな時にも、私たちの人生を楽しむ時間をほとんど持たない。笑うことが多い人は幸福であり、泣くことが多い人は不幸になる。楽しいから笑うのではない、笑うから楽しいのだ。人生の最大の幸福は徳について語ることができることにある。徳のない生活は人間に値する生活ではない。寝床につくとき、翌朝起きることを楽しみにしている人間は幸福である。10人突破ありがとうございます。バナナが黄色いとは限らない。リンゴが赤いとは限らない。月が丸いとは限らない。黄色だとは限らない。悪いのはお前じゃない。たまにはいいこと言うよ。登録はしよう。同じことを何回でも言おう。学校は行こう。春の次は夏。夏の次は秋。秋の次は冬。冬の次は春。1+1は2。
登録者数120人ありがとうございます。女子ゴルフ畑岡選手アメリカ通算5勝目おめでとうございます。ラーメンは箸で食え、ラーメンのスープは全部飲まない方がいいらしい。明けない夜はない。止まない雨はない。時間が止まることはない。馬の耳に念仏。岸田文雄さん、自由民主党新総裁おめでとうございます。桜井市長さん、相葉雅紀さん、ご結婚おめでとうございます。幸せな家庭を築いてください。2021年9月29日の東京都の検査の陽性率は、今日は 3.5% でした。これは8月の15日は 24% あったということを考えると驚くべき低い数字になります。岸田新総裁の奥様優子様は美人。猿も木から落ちる。好きな人は応援しよう。鳥も飛ぶ。鳥の赤ちゃんは飛べない。キノコは売ってるものを食べよう。落ちてるものは食べない。今日は歩いてます。今日は勝ち抜き橋にやってきました。はいどうも、今日は勝ち抜き橋にやってまいりました。元気出せよ。寿司三昧の本店にやってまいりました。F1 カーの前にやってきました。はい、ミッドタウンにやってまいりました。わあ、これは切れ味抜群ですね。どれぐらい切れてるんですか？調子ぐらい切れてますね。これはうまいですね。どれぐらいうまいですか？久保のドリブルぐらいうまいです。あー、これはうまいですね。どれぐらいうまいですか？井上尚弥のディフェンスぐらいうまい。あー、うまい。どれぐらいうまいですか？新庄のダイビングキャッチぐらいうまい。うまい。これうまい。どれぐらいうまいですか？ホンダのフリーキックぐらいうまい。毎年楽しみにしていた笑ってはいけないが今年はない。ゴジラの前にやってまいりました。ウェンディーズにやってまいりました。